カルビスタミナ本間さん東京のアムアムワールドアムアムだから何個起用なんですか。カメラマンの彼氏です。彼氏おはようございます。スタミナスタミナ元気元気よかったカメラ越しで話すなさあ皆さん、今回私から差し入れございます。その差し入れはこちらになります。なんとテレビ局さん御用達のまたお弁当の差し入れになります。うわー、いろんな種類あるじゃん、はい、ね、じゃあこちらからいきましょうか、はい、特選焼肉弁当、焼肉屋さんのお弁当。奥市場、鮮魚、鮮魚、マダイほぐし弁当。うわー、うまそう。お弁当、ハッシュ野菜のザクザクごま醤油サーモン弁当。うわ、何これ。日本料理、はい、北王子、北王子の懐石弁当。何それ、淡路、淡路懐石弁当の中でも淡路って名前がついてます。応募者が食うやつだこれ、はい、え、中見てもいい、一回中見ましょうか、はい、焼肉屋さんのお弁当。うわ、うまそう。肉三昧、肉三昧めっちゃ入ってるわ。うまそう。いろんな種類、やべえ、食いて。鮮魚、マダイほぐし、マダイほぐし、何この、え、ちょっと待って、見た目あり、これは、これはやばい、やばい。お弁当、うおー、かわいい、かわいい、本当にかわいいと思う。うまそう。これがちょっと、これが決め手だ。肉、肉のなんかか。まあまあお楽しみに。そして、こちら、北王子金屋。寝てるじゃない。北王子って名前なんだよ。わっ、あっ、なるほどね。マジでうまいやつ。本当は一番うまいやつ。これは、え、何これ。北王子って書いてある。北王子。北王子。わ、天ぷら。わ、いい。さあ、ということで、こちらの4品で、やっぱここはアムアム恒例チョイスでいきたいと思います。いい思い出ないです。争いが必ず起こると言われているチョイス、自分が食べたいと思ったことに指さして、はい、かぶらなければ食べれると、かぶったらダメです。で、食べれる人はもう抜けていいんだよ。そうです、抜けていきます。会社も僕も入らせていただいて。あ、そうだね。4人ばらけたらめっちゃいいよな。一番いい、一番いい、一番いいよね。じゃあということで、まず1回目のチョイスいきましょう。要はドラフトみたいなことですね。そうです、ね、ドラフトです。俺の中では清宮君がいるのかなチョイス1回目、せーの、あースタミナは、うん、これ、あ、はい、鮮魚、鮮魚、私も、はい、ほぐし、僕は、まあ、清宮君これ清宮だな、清宮だな、肉三昧。これを踏まえて、2回目いやもう、いやいやいや、決まんないでしょこれ。戦略変えてくっていうのもあるやろ。はい、チョイス、はい、2回目、せーの、よっしゃー、おっしゃ、メタミナさん、メタミナさんが鮮魚、そして私が北王子。おばさんなんで変えたの焼肉が美味しそう急に譲るとかじゃなくて、ね、変わったの、変わったのこんなことを言ったらもう面白くもなんともないんだけど、うん、おばさんこれでもいい争わない。これなんて可愛いの。可愛いね、確かに。そう、じゃあもうチョイスで最後パッていって決めようよ。3回目いきましょう、せーの、そんなバカなそんなバカなえあんま揺さぶれてないおばさんは本当にこれでいいの本当にごめん。アムちゃんみんなこれ、アムちゃんこれでいいの。ただみんなチョイスとなったらこっちここら辺の時のこの振り下ろしだけでこっち行っちゃって知ってるおばさんは本当にこれでいい。私はそれでいいですよ。本当つまんないけどこれでいいじゃあ仲良くして食べましょう。それでこれでいいですか、はい、おばさんはやっぱ譲る精神なんで、はい、せーの、いただきアム。普通にこっからお弁当を食べる時間です。うまい。いや、これ結構やっぱいいよ、うんうん、味ついてるんですか、マダイについてるわついてる、ねえわけねえだろ。冷て、いや、鼻息で顔冷めてる、うん、うわー、うまい。これもう、うん、完全に炭火、もう炭火感が半端じゃないわ。焼肉うん、これね、ザクザクごま美味しいよ。
女子好きそう。てか好き。謎のこの、この部分食べるよ、私は。あ、出た。え、これ何なの？わかんない。めちゃめちゃうまいけど、うまい。なんか本当に佃煮みたいに醤油みたいな、うん、甘辛い味に、なんかほぐし豚みたいな。めちゃめちゃうまい。けど何かわかんない。うわっ、なんかサラダにかけたこれ、ドレッシングがめちゃめちゃうまい。うわっ、何これ、何これ、チーザードレッシングだと思ったんだけど、うん、何違う、なんかくるみみたいな、なんかちょっと香ばしさがあって、これを売ってください。マジ肉三昧、全然違うんだけど、肉の種類がどうなってんだよこれ。え、3個分弁当食ってるみたいなもんよ。その1個の種類で1個の弁当で成立してんのに、その3種類入れちゃってるから。タイも結構敷き詰められてるわ。こんな敷き詰めるっていうぐらい。え、それタイ味ついてる？ついてるわ。その質問なんなの？何味？フレークっぽい感じ。安くなったけど。安くなった。酒フレークのイメージ。甘味どころ。わ、わらび餅だっけ？わらび餅。うまそう。あ、うまい。いいな。いいね。これですよね、弁当で。味ある、そう。あるわ。こんな気持ちだったのか。うますぎるな、この弁当。さあ、ということで、無事食べ終わりました。いやー、ありがとう。うまい。ごちそうさまでした。ありがとうございます。じゃあ、サミラさんからまず、ちゃんと食べたかどうか、カメラにね。あー、綺麗に食べてますね。いや、素晴らしい。カルビさんはちゃんと食べてますか？綺麗に。何も起こしてません。素晴らしい、はい、僕もちゃんとね、食べましたんで。おばさんはちゃんと食べましたか？食べました。なんかあれ、おばさん嫌な予感してた。でもおばさん、カメラに見せてくださいって、なんかすげえ何か、なんか変な違和感はあったよ。なんか、なんかあったよ、今これ。おばさん、おばさん、なんか、なんかあったよ。何、お弁当屋さんからの手紙かもしれないの、ちゃんとするの。ああ、そういうちょっと粋なね、スタバ、スタバとか、はい、なんか、そう、ニッコルマーカーとか、選挙、手紙貼ったの、手紙、はい、まあ読んだ方がいいよ、一応。遠距離ケツバットということで、罰ゲームは遠距離ケツバットでーす。なあ、いや、なあ、人気だと思ったんですよ。あ、見た目がね、いいもんね、なんか意外とこうヘルシー系だったから。そうですね、皆さん。これは藤子 A 藤尾の漫画みたいです。いい人がバッドエンドになる話なんていいんでしょうか。理不尽だね。こんなにいい人が、涙がつつーのやつが、つつーの涙よ。さあ、ということで罰ゲームいきましょう。おばさんの遠距離ケツバットです。お願いします。譲ったのに。ちっちゃい。やめたな。